こんにちは、ナオジーです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで改めましてよろしくお願いします。冒頭茶番ぶっ込みましたけども、こちら、これ昨日ディズニーシーに行って買いました。で、こう最初は光らないんですよね。スイッチ入れるとこうホワッと光ってね。で、これをこういうとこに置くとね、動画映えするんじゃないかなということで、かなりいいですよね、動画映えするってことで。で、これ完全にね、もういいなと思ってね、買ったんですけど、あんまり僕ディズニーでね、なんかこういろいろ欲しいなと思うものはないんですけど、今回ね、3つばかり買いました。まあ、おいおい動画でちょっとずつ差し込んでいきたいと思います。で、冒頭なんですけど、今このカメラのスイッチを入れ忘れてまして、もう実はね、開けちゃったんですよ。今日はね、これの紹介をしたいと思います。いやー、今開けたんですけど、こうパカッと開けてね、録画ボタン押してないことに気づきました。まあいいっすよね。今開けました。で、昨日ディズニーから帰ってきたので、かなり今疲れてますけど、今ちょっとシャワーを浴びてきて、暑いんですが、まあなんとかね、頑張って早く見たいので、開けましょう。はい。ということで、ささっと開けていきたいと思います。いきます。せーの。パカッと。お、すごい匂いすんな。はい、こちら。はい、かっこいい。おー、いいね。いや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 、マジでいい色じゃん。かっこいいじゃん。まずね、開けた時すんげー匂いがプワッときて、そしてこのかっこよさですよ。いや、これかなり実物いいっすよ。はい。いやー、もう早速ですけど、いっちゃいます。うん。結構すごいね。ガツンときます。こうでなくちゃね、AJ1 はこうじゃなくちゃダメだと思います。今日紹介するスニーカーはこちらのナイキエアージョーダン1ハイ OG のミッドナイトネイビーというモデルになります。いやー、紹介する前にまずね、儀式とか、感想言っちゃうぐらいね。いや、これいい色だね。このミッドナイトネイビーというだけあって、明るめのネイビーじゃなくて、まあ暗めのネイビーということで、白黒ネイビー、鉄板じゃないですか。で、まあミッドソールちょっとね、後で詳しくお見せしますけども、色がね、ちょっとこう、ナチュラル系のね、黄ばんだような状態。劣化したような感じになってて、いや、これやばいね。なんでこんなにいいカラーがね、人気が出ないのかは知りませんが、まあ僕的にはね、変えたので非常に満足しております。では、見ていただきましょう。はい。まずこれが前景ですね。で、まあ先ほども言いましたけども、まあこのスニーカーはもうね、AJ1 の王道ですよね。3色使い。白、黒、ネイビー。これが、まあ、AJ1 の王道的なカラーリングの使い方ですよね。で、やっぱりホワイトベース、真っ白に黒の数種で、差し色ネイビーということで、完璧な色の使い方になってますね。で、まあ、詳しく見ていただきたいんですけど、ちょっとこの、今モニターで見る限り、ネイビーの色がどれくらいちゃんと表現できてるか、わかりませんけども、まあ、ちょっとこう見ていただくとね、このライトにちょっと今上向きにしてるんで、ちょっとテカッとしてるのがこういうところね、こういうところあると思うんですけど、もう本当に暗めのネイビーですね。明るめではなくて、非常にいい色ですね。で、まあ、ツル系のレザーを使ってると。今回、白、ネイビー、黒、全部ツル系なんですね。まあ、これも王道ですよね。白はね、言うまでもなく、ツルっとね、まあ、革特有のシワはありますけども、ツル系のホワイトレザー。ネイビーもね、この暗めなネイビーで、ツル系のレザーですね。色の感じ伝わりますかね。この縫い紐はね、結構明るめなネイビーを使ってるんで、この紐とレザーの色の違いなんかを見ていただければ、この革の質感、色味が伝わるんじゃないかなと思います。で、そのまま真ん中行っちゃいますけども、スーシオも真っ黒のツル系のレザーですね。で、ホワイトも同様にツル系のホワイトのレザー。いや、いいですね。やっぱりこういう感じはシンプルでいいっすよね。今日はちょっと撮影が難しいかな。ネイビーって意外と難しいんだな。色がね、ちゃんと映ってるか微妙ですけど、購入する時の動画でもちらっと触れたんですけど、今回ウィングロゴが黒。で、まあ仕様変更後のウィングロゴですね。で、これが、まあ、ネイビーのところに入ってるんで、パッと見このネイビーがかなり暗めなんで、ウィングロゴね、目立たないですね。まあ、これもいいと思います。
結構これ白になっちゃうとすごくウィングロゴ主張しちゃうんで、僕的にはこれ黒で良かったかなと思います。履き口周りはもういつもながらの黒ですね。これ合皮かな、いつもながらの仕様だと思います。ヒール側ですね。ヒール側もまあ特段いつもながらということで、作りの変化なんかはないですね。まあ内側はね、いつも言ってる通り左右対称なので、まあ作りとかカラーとかの変化はないですね。いやー本当にいい色だよね。このネイビー伝わってるかな。黒と白はね伝わってると思うんですけども、はい、こんな感じでございます。シューターンですね。シューターンはこの暗めなネイビーに白のナイキエアということで、ナイキの方にだけ R 付きですね。で、シューターン自体は真っ白というよりはグレーかかったホワイトというかね、真っ白じゃないですね。もうこの辺の色の違いはこのシューターンとこのつま先の白をね比較してもらえば、こっちの方がちょっと黒みかかったグレーっぽい色だっていうのがお分かりいただけるかなと思います。で、標準は黒のシューレースですね。で、裏面がこんな感じ。まあこの辺はいつもながらですね、白地で入ってます。はい、インソールです。インソールは仕様変更後のこの黒のインソール、サイズ表記なんかがアリーノの黒のペタペタしない仕様のちょっと厚手のインソール、文字はネイビーでナイキエアと。で、これはまあちょっと明るめですかね。色味の違いは多少はありますけど、うん、まあちょっと明るめのナイキエアで入っております。内側はいつもながらの作りで、内タグとこの余った紐がテープ止めで、グレーのこのアウトソール、ミッドソールのとこの縫い付けの感じですね。穴開きなんかも一緒ですね。はい、内タグですね。内タグもまあいつもながら QR コード付きのいつもながらの仕様となっております。まあせっかくですのでね、この縫ってる感じ、感覚とかこの辺はね、まあ心眼鑑定、まあこれね偽物が出るほどじゃないと思いますけど、まあ作りはねいつもながらだよというのがね、このちょっと寄っときますので、これで見ていただければと思います。ミッドソールですね。ミッドソールはまあ真っ白ではないですね。この上のホワイトの生地とね比較してもらえばわかるんですが、ちょっとこう経年劣化したようなね、ナチュラル系のクリーム色がかったミッドソール、これもいいですよね。まあこう置いてみるとねよくわかると思うんですけど、全体的に真っ白じゃなくて上のね白のホワイトのレーザーと比較してもらうと色の違いがわかると思います。アウトソールはこの明るめのネイビーじゃなくて、アッパーの色に合わせた暗めのねネイビーな、ミッドナイトネイビーの色を使ってますね。これね結構アッパーの色とね似た色ですね。まあアッパーはテカリがあって、このアウトソールはテカリがないので、まあその辺のやっぱり色のテカリ具合の違いで色味はね多少違って見えますけども、カラー的にはよくねアッパーが暗めでアウトソールだけ明るめなんてね場合もあるんですけど、今回は統一感があって非常にいいですね。これ寄った方が見えるかな。ちょっとね多分これねカメラの問題でね色がどうしても暗くなっちゃってたら申し訳ないんですけど、寄ると今これ明るいと思うんですよね。なかなかホワイトバランス上厄介な色かもしれません。で、今回ね回避もついてないんですね。黒のみなので黒だけちょっと通しましょうか。せっかくなんでね、まあみんな見てるかもしれませんけども、一応念のために通してみたいと思います。その前にシューレース見してなかったっすね。はい、シューレースはこんな感じのやつで、まあ最近仕様が変わったちょっとこう固めのシューレースがついております。これは今開けてみて確信しましたけど、これは今年買ったものランキングに確実に入りますね、俺の場合。まあこれ今スニーカーブームがねちょっと落ち着いて、だいぶ買いやすい状況になったから今回普通に買えましたけどね、店舗の方もまあ余裕あったと思うんですよね。で、これ本当にちょっと前、1年前とかだったらまあ激戦だったんでしょうね。まあ僕的にはもうねすんなり買えてくれて非常に満足で、買いやすくていいんですけどね。もう動画撮影ってね大変なんですよ、このライトに照らされて。なんか俺テカテカになってますよね。まあいいや。うん、紐はやっぱりちょっと固めですね。通すのが結構大変。うん、で、まあ今回ね、替えのシューレースついてませんでしたけど、黒でいいでしょうって感じですよね。まああとはやっぱり合わせるんだったら同色のこのミッドナイトネイビー。明るめじゃなくて暗めなネイビーと合わせたらいいんじゃないかな。
まあ白でもいいような気がしますけどね。やっぱり黒は一番無難でいいかなって思いますけどね。シューレースって結構汚れるんですよね。擦れたりするんで、どうしてもこうね、履くたんびに擦れるので、白のシューレースとかはね、このシューレースホールの付近とかが結構落ちない汚れがついたり、擦れてね、変色したり、外的要因で汚れたりしますので、黒のシューレースの方がね、汚れ目立たないし、ケア楽なんで、僕は好きですけどね。白は白でいいんですけどね。まあシューレースはね、まあダメだったらもうね、新しいのにしちゃえばいいじゃんっていう考えはあると思うんでいいと思うんですけど。はい、こんな感じです。いかがですかね。こんな感じです。まあいいっすよね。ちょっと今上の方を横着して通してませんけども、これも内側から出てますが、ちょっと勘弁してください。まあもう黒でいいんじゃないですか。こんな感じですよ。上から見た感じ、横から見た感じ。これ邪魔か。横から見た感じ。まあ黒一択でね、いいと思います。人と同じのが嫌だって方はね、深めなネイビーとか、白とか、まああとはナチュラル系なんかもいいと思いますし、まあいろんなの合わせてもらうのはね、自由かと思います。僕は黒で問題ないです。はい、ということで、まあ今回のジョーダン1、まあ冒頭も言いましたけども、白、黒、ネイビーと、ミッドナイトネイビーと、3色使いの、まあ AJ1 としては王道な、カラー配置というかカラーブロックで、まあ色的にもね、すごくいい。まあナチュラルはね、このミッドソール入ってますけども、まあ白黒ネイビーという3色で、で、オールレザーということで、まあ非常にジョーダン1の原点とも言える感じの一足ですね。で、このネイビーもね、明るめだとどうしても青っぽいネイビーだと、こういうのとかね、こう見てもらうと全然違いますよね。で、僕が冒頭言ったこのウィングロゴ、やっぱ白だと結構目立ちますよね。で、黒にしたのが僕はいいかなと。これを白だとこう想像してみてください。すげえ目立つんですよ。それはそれでいいと思うんですよ。最近そういうのが多かったんですけど、こうね、さりげなく入ってるのがいいかななんて今回は思いました。だから僕的には黒で大正解。まあ白でも買ってますけどね。まあこういう色だったり、この8号シリーズなんかとね。まあこれはもう全く違うか。まあ、あとはオリジナルカラーでいくとこういう色になりますけども、全く違うじゃないですか。まあこういうね、青系もあるけど、色も全然違うし、うん。まあネイビーってね、僕のジョーダン1の中で、本当にこういう形のオリジナルの配置で、ミッドナイトネイビーってね、まあ似たような色はあるけど、同じ色ではないので、非常になんかいいですよね。買う時も言ったと思うんですけど、これね、オリジナルカラーじゃないのに、まあなんかどことなくね、オリジナルにあっても不思議ではない感じを醸してるじゃないですか。まあこのミッドソールのおかげっていうのもあるかもしれませんけどね。まあうだうだ言ってますけど、かっこいいってことっすよ。どうですか？これ、スルーされた方とか悩んでる方ね、この動画見ていただければ、いや、こいつの良さがね、伝わると思うんですよね。ジョーダン1好きだったらみんなこれはね、持っといて損はないかなということで、買いやすい状況ですのでね、気になってた方はぜひチェックしてみてください。回し物じゃございません。はい、ということで今日はね、簡単ではございましたけども、スニーカーレビューお送りしました。いやー、やっぱりね、こういういい色のスニーカー買えた時はテンション上がりますよね。はい、ということで、今日はこいつを見ながらじっくり楽しみたいと思います。さあ、また今度の動画はですね、ちょっと今までと違った動画が出せると思いますので、まあぜひお楽しみにしていただければと思います。ということで本日の動画は以上で終わります。ありがとうございました。